申し上げました通り、金融で一緒に仕事をしていますけれども、党内では、それに対応する財政金融部会という部会がありまして、中山先生も私もそこで、まあ、役員を、しておりますけれども、どうしてことを話しているかというと、例えば仮想通貨ですとか、仮想通貨今度名前変わるんです。通貨じゃないので暗号資産という名前に変わります。そうした法案を、作ってきて、審議したりですとか、あと今年、10月に消費税がありますから、それに伴って、ポイント還元なんてはありますけど、そんな制度は制度設計などについてもいろいろ議論をしているところでございます。私の神奈川全体が、選挙区でございますので、今日はここに来る前に横須賀に行ってました。そしてこれから湯河原の方に向かいますけれども、その中でこうして多くの方に来ていただいている候補者会で皆さんとお会いできる、大変よろしく思っているところでございます。中山先生とはこれからも週3、違いますけれども、一緒に連携しながら仕事していきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。